自分自身に全面的に OK を出せる、そんな女性になっていただきたいと思っています。緊張もどんどん高まってきてるので、自分は自分らしく最後まで頑張りたい。ミスワールドに応募してよかったなっていうふうに思ってます。あ、メメショ、おはようございます。おはようございます。今日はミスワールドの密着の第2弾ということでカメラ私たちまた来てるんですけど、はい、今日は何が行われるんですか。今日はですね、はい、ファイナリストの子全員のウォーキングレッスンとパーソナルカラー診断、骨格診断などを行います。あと大事な私が全員のコンサルします。あ、全員のコンサル。そう、大会で、ね、ドレス選ぶときも自分の魅力を出せるもの何なのかって知っておいた方が絶対いいので。審査員だけじゃなくて結構そういうことまで。そうですね、今回はもうそのトレーニングの方も任せていただいてます。なるほど。でウォーキングね、あのうちの実はチャンネルでも結構前々から見たいって声が。そうそう、やらなきゃ、もうやりましょうちょっと今日はそのウォーキングの様子もちらっとこう、ね、お見せできると思うんで。あとはですね、やっぱりこの動画ミスワールドの方たちも結構見てくださってるかもなと思うので、またぜひ、ね、コメント、応援コメントお願いします。それじゃあもう本当に今から始まるということで、いいですか。では、本日はミスワールドジャパン2024の審査員でもある二上によるオリエンテーションからスタート。自分自身の持ってる素材を全肯定して、あ、私ってこんなすごいところある、こんな魅力がある、こういうところがチャームポイントだなって自分自身に対して全面的に OK を出せる、そんな女性になっていただきたいと思っています。そのための、一つのツールとして診断があったり、ウォーキングがあったりします。そしてこの大会のために行うレッスンではありますが、一生の皆さんの財産になるはずなので、今日のことはぜひ、活かしていただきたいなと思っています。オリエンテーションの後は早速ウォーキングのレッスンが始まります。私自身がミスの出身でして、今年からミスワールドさん担当です皆さんに教えれることがあれば伝授したいなと思います。今から基本の歩き方、自分の前に1本のラインが引かれてるイメージ、1本のラインがあるのでそこにかかとだけ乗せる、つま先はずっと V のままなので外側、つま先外だよ。先生教えるのうまいので、やっぱりレッスン終わってきた子たちのウォーキング全然違いますね。あ、やっぱり、うん、高見社長も昔のウォーキングのレッスン、ウォーキングの先生やってた時代があります一般の方でもやっぱりちょっとコツを分かると、だいぶ変わると思う。あ、そうなんですね。視聴者の方も家の中で裸足でかかととお尻と背中と後頭部つけて、違和感がなければ姿勢いいです。今度の人がなんかひっくり返ってる感じがするっていうので、簡単にできるチェック。マイナスなことを頑張ろうとしても、できない、できない、できないです。ダメなんだってなっちゃうから、ウォーキングだったら何も負けないとか。だからそういうところは、人一倍磨いていいかなと。ありがとうございました。見た。フラフラ。いつも使わない筋肉を使って、すごい刺激になりました。ここまでこう歩きにこだわるのも初めて。表情。ぼーっとして、なんかこっち向いちゃうんですよ。笑わないと。見せ方って本当に、おのおの違いなので。続いてはお一人お一人骨格診断とパーソナルカラー診断を行っていきます。ブルベ夏でした。お、予想と合ってました。これは予想がブルベ冬だったので、あ、はい、自分に言ってやりました診断の後は二上と個別面談を行います。ここを隠した方がいいのか、ナチュラルは出した方がいいのか。ナチュラルの方って骨格がしっかりしてて露出するとかっこよくなる。でも例えば花嫁さんとかおしとやかでちょっと儚げに見えた方が良しとされる考え方でいるならば、骨格隠しちゃいましょうになるんです。でもこのコンテストは私はそういうところをバーンと出して、どうだって感じでいた方が絶対かっこいいと思うので、 ICBI 講師による診断はじっくり丁寧に行っていきます。好きな服ってよりは好きな色、好きな服で選んでた、参考にしたいな。布を開けてもらったら、うん、パッて変わったので、これからの服選びとか楽しみになりました。日本人の方って何が一番多いんですかね。シーズン系とブルーベースが多い、イエローベースかなって思っていたんですけども、うん、もう一から違くクローゼットの総入れ替えから皆さん結構 SNS 頑張って投稿してるので、はいはい、お互いにこうやって取り合いながら、なるほど、リアルをさせていただけたらなんじゃね。二上の個別面談は2時間近くにわたっています。
対出した方が綺麗、思いっきりこう上げなくてもいいので、美容師さんに相談してみるといいと思います。はい、眉毛の形とかもきつかったりしますか？いや、今の形がいい、目の形と合ってる。ステージではもうちょっと目尻側を多めにしてもいいと思います。わー、本当にありがたいです。ありがとうございます。こうして全員との面談が終了です。想像よりハードでした。反射場の性格だと思うんですけど、一人一人結構丁寧に接せられてたのがなんかすごい見えてる。やばね、皆さん真剣ですからね、こちらも真剣にならないと。反射場的にはどういうところをこうアドバイスしてポイントとして言ってたってのあるんですか？そうです、同じサマーでもこの子は赤がいいなとか、淡い色がいいなとか、しっかりした色がいいなとか、その子のキャラクターもあるし、はいはい、顔立ちもあるし、身長とか体の大きさとか、骨格タイプによっても同じサマーでもストレートだったらパキッとしてる方がいいとか、はい、そういうのもあるので。廊下でウォーキングの映像撮ってたと思うんですが、うん、あれもやっぱり参考になるんですか？なります。キレのいい動きがする子がふわんとした色しちゃうと、その子の良さが出ないとかね、その子の本当に持っている良さっていうか魅力っていうか、それぞれ皆さんのね、あと透明感がたまらないっていうのもあれば、すごくゴージャスでとか、そういうのもあるので、実際どんなドレスと巡り合ってくる、これもご縁なんで、ドレスも、ね、なるほど。ちょっとそれは最後まで追っかけてみての結果で次第ですけど、楽しみですね。はい、これから生きていく中でもこれまでの経験多分できなかったことなので、本当に貴重な経験、ミスワールドに応募してよかったなっていうふうに感覚になって。10歳違い。あ、本当ですか？レシピとかいや、ストイヤあ、そっかそっか。じゃあかける意気込みもちょっとね、気合が入ってますよね。そうですね、やっと実感が湧いてきたというか、緊張もどんどん高まってきてるので、この素敵な仲間、そしてライバルと一緒に高め合いながら、自分は自分らしく最後まで頑張りたいと思います。今日は長い一日でしたけれど、お疲れ様でございました。これだけの人数を一日でコンサルするというのは初めてだったので、かなりこうエネルギー使いますね、うん、ぜひあのこちら動画ご覧くださっている皆様、あの応援のコメントをお願いしたいと思います。一応まだ個別の、誰々さんっていうのはなしで、皆さん全体への応援コメントをいただけると嬉しいです。9月14日本大会に先駆けてウォーキング審査が行われました。レッスンと自主練習で歩き方にも自信が見えます。ウォーキングが上手くてすごい嬉しかった。レッスンすると違いますよね。2ヶ月ぐらい経ちましたよね、ちょうど社長と最初にロケしてくれた、うんうんうん、やっぱりちょっと成長見えますよね。見えますね。本当に本大会で楽しみです。すごい楽しみ。そうそう、で、ですね、この日本大会10月2日にあります。誰でもですね、チケット買えば行けるので、私ビーマンファミリーもみんな応援に行く予定なので、概要欄にね、買い方っていうのかな、あの買えるところのリンク貼っておきますので、興味ある方はチェックしてください。ミスワールドジャパン2024年応援お願いします。お願いします。高野社長、前回のプレス発表会、あの一緒にご取材いただいたんですが、あの後実は皆さんで視察として福島の第一原発を行ってまいりまして、ちょっとその時の福島視察の映像を見ていただきたいと思います。あ、はい、あ、伝承館というのがあるんですね。そうなんですよ。あ、すごい、でもいい経験ですよね、こういうの。町長さんからレクチャーも受けることができて、うん、皆さんでも熱心に質問されてましたね、うん、この食事はまたすごい炎天下の中で、5種ぐらい、たくさん、綺麗ですよね。地元の方の農業の取り組みを実際体験しながら、実際に収穫もさせていただき、うんうん、こういう活動を通して皆さん同士もこうどんどん絆が生まれてきて、単なる仲良しだけではなくて、考えさせられるような活動を一緒に体験するっていうところで、こう深いつながりができてるのかなっていうのを、ちょっとこれすごく感じます。山下さんの通りですね。